IT 大手のアップルの日本最大規模の直営店がオフィス街の東京丸の内にオープンし、多くの人で行列ができました。今何時から並んでるんですか？昨晩の、7時8時ぐらい。新商品は毎年出るんで何回でも並ぶチャンスはあると思うんですけど、新店舗の開店は全然ないんで。午前10時の開店を前に1500人を超える人が集まり行列ができました。来店した人には新店舗を記念した限定グッズが配られていました。東京駅の向かいにできたアップル丸の内は国内9店舗目で、売り場面積はこれまでで最大です。店内には大型モニターを設置し、商品の使い方を教えるセミナーなどが開かれます。この店舗の中にはアプリに関する法人専任のチームの部署もあり、企業との連携の強化も狙っています。